住宅密集地域に住む子どもたちの防災意識を高めようと、今日北区で小学生500人が参加する大規模な防災訓練が行われました。北区下の区立なでしこ小学校で行われた訓練には、児童500人をはじめ、保護者や住民らおよそ1000人が参加。東京湾北部でマグニチュード7.3、震度6強の地震が発生したとの想定で始まりました。訓練では消火器の扱い方やポンプを使った放水訓練、それに倒壊した家屋からの救出などが行われました。訓練を主催した赤羽消防署によりますと、今日の訓練のポイントは子どもたちの防災意識の向上で、土曜授業の一環として参加した小学生たちに将来の地域防災の担い手としての役割を担ってもらう狙いがあります。この後、地域対抗バケツリレーなどが行われ、消防少年団も参加した一斉放水で訓練を締めくくりました。